言ったことですけども、25年度中に国および地方自治体がですね、それぞれの政省令内容を決定します。これは国会、これは名古屋、名古屋ですね、名古屋市議会。はい、次お願いします。じゃあ問題点は何でしょうかって言いますと、私たちはそれぞれですね、先ほどの監査の話に戻りますけども、それぞれの進行局で何倍言われたけんってブチ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 って言ってみたりとかですね、なんかちょっとのことでゴソ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 言ってるんですけども、本当はもうそういう時代じゃないんですね。そういうグズグズが通った時代はですね、それなりにですね、それなりの運営費やそれなりのルールで、それなりの時代だったんです。もう今は時代が違います。今はもはやですね、監査官は、県庁職員はですね、私たちの大いなる味方です。ですから私たちは、石原さんじゃありませんけども、醤油を捨てて大道しなきゃいけないところです。大道とは何かっていうとですね、やっぱりですね、大きな政策を作る今、その時期に来てますから、私たちにとって何が問題なのかっていうのをきちっと政策に載せてもらえるように、ここに書いてありますね。私が心配するのはですね、自治体間の格差です。今度これで作られた制度がですね、そのまま乗っかってきたらですね、熊本県を全国で比べるとどうかっていうとですね、もう言うと恥ずかしいので経済力は言いません。ですけど熊本県内で言いますと、例えば菊池市と私の錦町とでの経済力はどうかっていうとですね、まあそれはもう恥ずかしい限りです。大変です。熊人吉の高校生がですね、24年の3月に卒業したのが900人いました。熊郡の子供たちの高校生と隣の人吉市全部で900人卒業して、地元に残った子供さんは60人でありました。それは人吉にある振興局に行ってしっかりとお話を聞いてきましたので、松田三郎県議っていう方が見えますけども、その方が4年前にある折に私と同じようなことを4年前におっしゃってたのは、熊人吉で1100人卒業して残ったのが120人でしたっておっしゃってます。まあ地元に大学がないっていうのもありますけども、職場がないんですね。で自治体はですね、子供をしっかり育てるために一生懸命税金をつぎ込んで、やっと納税者になる頃は都会に出ていて都会の納税者になっている。これは大きな問題ですね。それとまだ話をちょっと変えればですね、もう子育て家庭の経済の格差でですね、塾にある、予備校にある、もう金がなかげん、もう高校でお前どっか専門学校行けやって。ところがですね、専門学校行けよっていうところも少なくなっていっています、地方じゃ。そうするとですね、就労の格差が家庭経済の格差になる。家庭経済の格差はですね、もう確実に教育力の格差になる。そして保育の格差になっています。これは数年前とも比べると相当なもの違いがあると思いますね。はい、次お願いします。私の思った問題点は先ほどのところですけども、もっとみんなで考えればいろいろあると思いますが、目的としては、はい、お願いします。選挙に戻りますけども、私たちの声をしっかりと乗せて、そして国政の場で制度がどうあるべきかをちゃんと伝えてくれる方をですね、圧倒的なね、得票数で当選させることなんですね。民主主義の根幹はですね、私たち票を一票一票持ってるですね、中国風に言うと人民なんだけどね、私たち国民なんですね。当選して万歳万歳万歳ってやればですね、自民党の各議員1区から5区まで全部当選してもらえる、万歳万歳万歳、政策を獲得することができるステージは今年度はきちっとできていると私は思っています。なぜかと言いますと、自民党県連にも
私たち保育団体がどうあるべきか、何を望むか、しっかりと前理事長、現理事長、そして与党三役含めてですね、きちっと会合を重ねてまいりました。そして熊本の今の代議士で言いますと野田先生はですね、自民党内でももうフル株になられてですね、ものすごい力を持ってられます。野田先生の肝入りで少子化対策プロジェクトチームの人間を選べることができます。そこで金子先生が選ばれたりしています。先ほどお見えになった坂本先生はですね、先ほどの話の中で、政策協定の話をされました。推薦状をもらうときにこちらは政策協定を結ばなきゃならないとさっきおっしゃってましたけれどもですね、僕はここで気をつけなきゃいけないのはですね、政策協定を結んでその政策協定がですね、先生方が任期中にすぐ成り立つわけじゃないということは承知をして、そして政策協定を結んで粘り強く頑張って頑張って、先生も頑張って、私たちも頑張って政治家を育てるということです。政治家を今いらっしゃらないから言いますけども、政治家の方にとってはちょっと横着に聞こえるかもしれませんけども、保育のことをですね、先ほどパッとメモしたのにですね、坂本先生はですね、政策協定を結んで努力の姿勢を見せますとおっしゃいました。